モンゴメリークリフト、日の当たる場所は、1949年に制作が開始され、1951年に公開された、アメリカ映画である。1931年に、ジョセフ・フォンスタンバーグ監督によって映画化された、セオドア・ドライサーの小説、アメリカの悲劇の再映画化であり、ジョージ・スティーブンスが監督、モンゴメリークリフトとエリザベス・テイラー、シェリー・ウィンタースが主演した。 ジョージ・イーストマンは母子二人きりの貧しい家に育ち、ホテルでボーイをしていたが、水着製造工場を経営している、おじのチャールズ・イーストマンに会い、彼の工場に職を得る。おじの家で、社交界の花アンジェラ・ビカースに会い、心を惹かれるが、身分違いの遠い存在に思う。同じ職場にいたアリスト・リップは、身寄りのない娘で、映画館でふと隣り合わせになり、 女性の多い職場で社員の交際が禁じられていたにも、かかわらず、二人の仲は急に深まる。おじの家のパーティーに招かれ昇進の機会を与えられて、アンジェラと再会。会った時から好きだった。もしかしたら、会う前から好きだったという。彼女は、ジョージの純真さに惹かれる。その日は、ジョージの誕生日で、アリスは、ささやかな祝縁の準備をして待っていたが、遅刻して、 アイスクリームが溶けてしまう。ジョージは妊娠した彼女に打胎を進めるが、医者は引き受けてくれなかった。アンジェラとジョージは夏を別荘に過ごす中になっていき、アンジェラの両親も二人の仲を許していた。アリスからの電話があり、ジョージは母の急病と偽って別荘を出る。アリスは結婚を迫り、承諾しなければ、 自分との間を公にすると脅した。翌日、出世の妨げになるアリスを溺死させようと、彼女を湖に誘う。ところが、アリスのひたむきな愛情を知り、彼女を溺死させる気持ちを失う。アリスは逆に恐怖に駆られ、ボートの上に立ち上がったため、ボートが転覆、アリスは溺死する。ジョージは、裁判にかけられ、殺意のあったことを認めたが、犯行は否定する。 ありがとうございます。